やっはろー、どうも、マジな道具に山です。はい、現在4月17日、14時8分です。はい、ちょっとこれ撮ってる順番逆なんですけども、ね、ちょっとこれが冒頭に来てます。はい、5分のショーですね、今日は。で、なぜ私服か、まあ、私服というかこれですけどね。今日の、寿文殊師匠、落語の、むっちゃすごい方です、プロフィール見たら。なので、あくまでも文殊師匠の前座であり、紹介であり、宇治市民として、ちょっとお礼の挨拶をしていただきたいというので、今日は依頼いただいたんでね。はい。ということで、5分のショーですけども、こんな感じになりました。言ってくださいます。それでは皆さん、温かい拍手でお迎えください。浜さんです。鳴りやまない拍手ありがとうございます、ね、はい、ちょっと今日あの短い時間ではございますけどね、皆さんにお楽しみいただければなと思っておりますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあちょっとですね、最初に拍手の練習しましょう。ってことで、テニスボール使ってね、1個まずやります。いきますよ、せーの、ほっ。もうまずやってますよ。OKOK。 じゃあもうちょっといきましょうか。はい、こっからですね、なんと、おー、はい、聞こえるのが大隈さんの声だけです。いきますよ、せーの、ほっ、おー、ほっ、おー、ほっ、いいっすね、いいっすね。じゃあここからちょっとしゃがみます、すいません。いきますよ、せーの、はい、じゃあここからがちょっとめっちゃムズいやつやるんで、ちょっと前髪がいきますよ、じゃあここからよく見ててください、せーの、皆さん、の方が大きくないですか。まあ、おーがね、あると嬉しいです。じゃあいきますよ、せーの、おーワンバンでした。ちゃんとやります、ちゃんとやります。いきますよ、いや、ごめんなさい、時間オーバーしたら大隈さんに延長料金請求すなあかんので、よし、次こそ決めます。いきます、よし、ありがとうございます。はい、ということでですね、なんと次はいよいよ次の技が最後になります。がなかったね。まあいいでしょう、いいでしょう。はい、じゃあですね、はい、なんとこれバイクで持ってきました。はい、おお、いいですね。はい、じゃあ今からですね、はい、ちょっとここ失礼しますね。はい、僕はこの一升瓶をね、使った芸事をね、やらせていただきます。はい、あ、ということで、寿文殊、すみません、本日は宇治市までお越しいただきありがとうございます。僕は宇治市大好きなんで、あとごめんなさい、この後ですね、僕終わったらちょっと娘の高校の入学祝いかなんですよ。あ、すみません、知人の娘です。僕独身なもんでね。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、今からも僕はこの一升瓶を使った芸事をやりますので、皆さん今後ね、一生皆さんが笑って元気にね、過ごしていけるように、それを願ってですね、やりたいと思います。今日なんと27日ぶりのショーです。めっちゃ緊張してます。じゃあこれをね、決めたいと思います。はい、やることはですね、一升瓶の上に乗ってですね、このハーモニカを吹いて、さらに頭につけたタンバリンで、これを、ジャグリングしながら叩いていきます。おお、自作自演で、おお、あ、すいません、パチパチ、ありがとうございます。どっかで天ぷらが上がったようなことでしたね。じゃあ演目、メリーさんの羊です。で、これに関してはですね、めちゃくちゃ難しい技なので、決まれば今日一番の拍手をお願いします。よし、それでは行きましょう。あ、やばいな、ちょっと198センチあるんで、ちょっとやばい。よし、じゃあ行きます、乗ります。よし、じゃあ行きます。
ありがとうございました。それでは降ります。よし、ほっ、我が人生に一片の悔いなし。あ、これラオウのポーズです。誰がわかんねん。はい、すいません、短い時間ではございましたけども、最後までお付き合いどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後はね、コトボキ文殊町の落語をお楽しみください。以上、マジアルミン浜田シャー正規ブレイバー。ありがとうございます。はい、宇治愛といえばビッキーさん、そして、宇治愛の芸人といえば、ただの終わりました。今から知人の娘ちゃんのね、お祝い行きます。おお、ちょっと待って、そうか、ここ夢リアやから、UFO館にやった。そうですよ、そうですよ。はい、ちょっとじゃあ紹介していきましょう。そうだった、ここ普通にこれ館にやったね。ですね、ですね。あの、こう来た時普通にここからこうまっすぐ行って、何も見ずエレベーターに行ったので、この角度からここから入ってるんでね。そうですね、UFO、 こっからだと UFO のパネル見えへんねやな。はい、ということで今何時かな、ちょっと何時かわからんけど、2時前ですね、14時前ですね。今日は4月17日。はい、このでかいリュック、これ1個とこの板だけ持って、はい、これでバイクで今日は来ました。5分だけの出番やったんでね、荷物が借りのありがたい。で、ここからまたちょっとね、あのバイクを止めさせてもらった場所まで歩いて、8分9分ぐらいかなかかりますが、そこから知人の娘の、高校入学の祝い行ってきますということで、最後までですね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ちょっとテニスボールの失敗が多かったんがね、やってしまいましたね。やっぱなかなか人前で、ね、やる機会がないんで、ちょっとだけ緊張してしまいました。はい、よかったらチャンネル登録や高評価ぜひお願いいたします。以上、マジラジオの浜田でした。それでは。